はい、こんにちは、しんです。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は、昨日動画で上げましたソニーの WH-1000XM4 の続きの動画となります。では行ってみましょう。はい、では、装着感、こちらの方は付け心地が、とっても、いいです。そしてイヤホン、こちら、とても軽いので、耳も痛くなりにくいと思います。そしてまあ夏場は外でこちらイヤホンつけるとちょっと蒸れるので、夏場はまあ家の中でつけるといいと思います。はい、そして音質についてなんですけども、音はかなりいいです。そして、なんといってもまあ自然で、まあ繊細で、こちら疲れにくい、まあ、音質となっております。まあ、なので長時間聞いたところ、まあ、全く、違和感もなく耳も疲れない、とっても、フィットする、イヤーパッドもついているので快適でした。そしてイコライザーは前作と比べると調整ができるので、こちらの点はとってもいいと思います。はい、続きまして新機能のスピークチャット機能、こちらの方はアプリでオンオフが可能となっております。そして本当に喋、ると音楽が停止、そして会話することができました。まあこちらのイヤホンとっても、頭がいいイヤホンとなっておりますので素晴らしかったです。そしてまあこちらの機能が必要ない方はオフに、したらいいと思います。はい、ノイズキャンセリングについてなんですけども、まず最初に思ったこと、圧迫感がまあ薄くなったような気がします。そしてまあスーッと、まあ、自然で音をまあかき消してくれる、ような感じがして、まあノイズをまあしっかりとまあ処理して雑音がまあ軽くなったような気がします。はい、本当にあのスーッと自然で、音が本当にまあ処理されて音楽に集中できる、とっても、高性能なノイズキャンセリングだと思います。本当に、クーラーの音や、まあ、風の強い時などの、まあ、音、まあ、あとは交通の、まあ、車のエンジン音なども本当にスーッと本当に自然に、処理してくれるので、とても高性能で、いいノイズキャンセリングのイヤホンだと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。では本日の動画は以上となります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。